キチャンネル年忘れ2023年プロ野球界の事件簿、はい、1年間総決算、はい、はい、です、はい、ね、事件簿、まあ、いろんなことがね、まあ、出来事って感じですね。そうそう、いろんなことがあったね、うん、ポジティブでもネガティブでもっていう。あ、ネガティブなことも言っちゃうんですか。事件簿だから。まあそうですね、うん、あった事実を言うだけだから、はい、想像とか妄想とか空想とかじゃないから、事実を1年間でみんなを振り返っていこう、はい、そうですね、各球団振り返ろう、各球団振り返っていこうっていうところで、はい、まあいいところもあれば悪いところもあるけども、うん、ね、でもその各球団の一番印象に残っている、まあそうそう、もうベストトピックってことですよね。もうもうもう俺の中のもうベストトピックナンバーワンっていうね、っていうのを発表していく感じ。そう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 、はいはい、じゃあまずはパ・リーグから、はい、優勝オリックス、はい、なんて言っても3連覇すごいです、はい、ね、いや、中島ジック本当にすごかったですね。中島さん就任後3連覇だから、ね、うん、まあ、日本シリーズはね負けたとはいえ、はい、ね、あの3勝4敗、うん、まあ、ギリギリまで戦ってね、うん、で若い選手もどんどん生み出して、はい、この強さは尋常じゃないな、ね、まあ、だって初年度と2年目は、まあ、ギリギリの、ね、優勝でしたけど、うん、今年はもう圧倒的な差をつけての優勝でしたから、ね、はい、まあ、これはもうねネガティブワードがないよな。ないです。逆にオリックスってだってなんかネガティブな話題って一個もなくないですか。ないな、全然ない、ね、あのポストシーズンで山本が打たれちゃったっていうのがネガティブになるみたいな山本打たれたみたいな、はい、村上投手とね、何やって、うん、完璧だった。ロッテにも打たれたしね。そうですね、もう完璧だったね、1年間通してね、まあオリックスのね球団にとってもファンの人にとっても、うん、まあハッピーなね、はい、1年だったでしょう、うん、はい、ついで2位ロッテ、はい、チームの個別記録は大したことないけども奇跡の2位、はい、はい、いやこの2位もすごいですよ。そうそうそう、はい、まだいろんなトピックスあるよ、うん、あのお下がり取ってきた選手ホームランを、ポランコ選手、途中から来た選手安田を使えばいいのにチームの足引っ張る、はい、ブロッソそんなネガティブなトレードできた西村、そして去年のトレードで坂本、そして今年石川、うん、大活躍、はい、トピックス。ロッテいっぱいありますね。うん、そう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 、うん、ちょっと下がったね、はい、悪い方もいっぱいあるよね。そうですね、うん、まあ、奇跡の2、はいはい、これはまあ来年ね、うん、どこまで全然話題にならへんのかロッテ、全くストーブリーグ1ミリも話題にならなかった。やっと外を取った時点で、はい、やっとネットニュースになったけど、うん、それまで契約更改すらやってんのかやってないのかもう全く分かんないからね。確かに誰の話題もこうネットニュースも上がってこないですね、うん、それ何でか知ってる？分かんない、誰も興味ないんだろうな。だからクリック数稼げないからあのメディアとかも上げないんで、事前事業じゃないから、ね、スポーツ記事のねライターさんたちがあんまり書かないわけですね。書かないの、書かないんだよ、うん、ね、はい、まあ、これがロッテのトピックかな、うん、はい、で3位ソフトバンク、はい、結局怪我人続出でまたも優勝できず、はい、あれなんかこれ去年も聞いたような気がする。聞いた、一緒、あれ去年も怪我人続出でって言ってましたよ、うん、結局だって栗原怪我していなくなって、はい、サードは誰もおらへん、うん、ね、うん、でモイネロがもう途中でいなくなって、はい、もう終わったな、うん、これ辛かったですね、そこはね、かなり辛かった。オスナ投手はね、フルタイムで頑張ってましたけど、うん、そうしたところでやっぱ怪我しちゃいけない選手が怪我していなくなったのは、うん、もう例年通り、うん、全く何も改善しない、はい、ずっと、まあ、怪我ってのはしょうがないんですけどね、多すぎる、毎年だもん、しかも怪我しちゃいけない選手がいなくなるじゃん。 うん、そういったところはちょっとチーム的にもやっぱどうにかしていかないと、はい、うん、無事これ名馬だし、はい、怪我してないともういないのと一緒だからね、はい、そういったところではまあそこのコンディション調整、うん、ソフトバンクにとったらもうなんか能力の上げ下げとか、うん、補強とかより、はい、あのいる選手をいなくならないようにするが一番の課題だと、うん、そうですね、うん、そしたらもう最強メンバー揃ってますからね、うん、そう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 、バッターとね、楽天、はい、4位、安楽パラハラ問題、はい、結局そこですか、全部をそこで、いやシーズン中のことなんかないんですか。いやもうそう書き消されてやる完全に、それパンチ力ありすぎて最近の話題、マイク・タイソンクラスのお前パンチ力やで、まあ野球界にも結構ね、うん、選手たちにもこうなんかこう来るものがあったと思いますね、うん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 、だからまあね、うん、あの佐々木チャンネルでも、はい、安楽のパワハラ問題の解説動画ほぼ 2,3 日で100万再生されて、はい、もう10日ぐらいで150万再生されて、もういきなりこの4年間やってきた佐々木チャンネル、うん、ベスト5にランクインしてましたから、わーすごい破壊力あるすごい話題性、うん、佐々木チャンネル、うん、それはもうトピックスでしょ、はい、ね、うん、だからまあ
ファンの皆さんがどう思うか分かんないけど、はい、もう俺の個人的な感想ね、うん、もう台湾とか韓国行けばっていう。ああ、今はもう来季は日本じゃなくて、だってまあいわばね、はい、今現状ね、別に刑事事件にも発展してないし、はい、民事でも訴えられてるわけじゃなくて、うん、まあ、チーム内だけの問題に今はなってるよね、はい、だから別に起訴されてるわけでもないし、うん、何かその刑法民法でなんか罰せられてるわけじゃないじゃんね、うん、はい、ってなった時にバウアーと一緒じゃんね。あ、そうですね、肩書きで言えばね、うん、なんか内容違うかも分かんないよ、はい、まあ、バウアーも不起訴になってるからね、うん、バウアーと一緒じゃんね、はい、ってなった時にバウアーはメジャーで、ね、あの2年間の出場停止を食らって野球ができなくなったことによって、まあ、日本に来たじゃんね、はい、だから別に安楽は NPB から出場停止を言い渡されてるわけじゃないから、はい、別に日本でも他の球団があの獲得すればプレーはできるんだけども、うん、まあ、このね今世論の中で取ろうっていうところは多分ないと思うんだよね、うん、だからもう思い切って台湾とか韓国にもし取ってくれる球団があるんだったら、うん、俺はそこでチャレンジして、はい、で許されたら日本に帰っていてもいいし、うん、別に許されなかったら、まあ、そこの国で頑張る、もしくはそこからアメリカに行くっていう手もあるから、うん、まあ、正直まあ そういう手を取ってもいいんじゃないのかなっていうね、はい、まあ、反省することは反省するし、まあね、この動画が上がるまでにいろんなことがチーム内でね、うん、公開されないだけで行われてるかもわかんないから、うん、そういったところでもう全てを抹殺するっていうのは、はい、それは別にね第三者としてあってはならない発言でもあるしね、うん、そいつのね安楽の人生もあるから、もちろんね、はい、ダメなものはダメでそこは反省しなきゃいけないし、うん、そういったところはしっかり自覚して今後もね、うん、向き合っていかなきゃいけないっていうところはあるけども、そうですね、現役としてはまだバリバリねできる選手なんで、うん、そうそうそう、どこかで、まあ、続けてほしいっていう思いはありますよね、うん、でもパンチ力はいく楽天と安楽問題、これはもう世の中はもうざわつかしてるから、シーズン逆にあった、シーズンかき消されちゃった、そりゃそうだよ、でもこれによって野球界の12球団、はい、ね、あの動画で見てるけど大なり小なり、うん、どっかでは必ずあるわけ、はい、そしたらその時言うわけよ、うん、佐々木さんパワハラしてたんじゃないですか、説明してくださいっていうやつがいるんだよ、はい、いや待って、じゃあ被害者呼んできてくれちょっと、うん、ひょっとしたら、うん、俺のこの強い言動が佐々木さんのおかげで頑張りましたって感謝されてるから、うん、まあ、受ける側の気持ちっていうのがこうねハラスメントっていうところが大事、そうそうそう、だからハラは相手の心情次第だから、うん、俺は墓場さんに髪切ったんちゃうって言われても、仮にねそれがもし墓場さんの好きな人から言われたら、うん、気にしてくれてんのかな嬉しいってなるけど、何も気にしてない人から言われたらね、このさキモってなるじゃん、はい、だからその同じことでもね、そうですね、人によって違うから、うん、そういったところではどうなんですかって言われても、うん、いやだって全員ありがとうって言ってるかもしれないのに、そうです、ね、どうなんですか、もう下手くれもねえんだよっていうね、厳しくされたことによって、うん、こう奮い立てたっていう人もいるだろうし ね、だからそれは相手に聞かないと分かんないからね、うん、どうなんですかって言われても、うん、俺にはないっていう ね、 そうですね、しかもね俺こういうの言ってましたけどどうですかって言われた時にイベントで言ったけど、はい、全然それセーフって言ってたもんね、まあ、9割ぐらい、9割ぐらいが言ってましたね。出てる内容ってやりすぎ、やりすぎ、そうちょっと一般から見てもやりすぎ、やりすぎか、ね、そんなことしないから、ね、逆立ちさせて、うん、あそこにソックス、はい、想像もできんかと、それがちょっとやっぱりこうやりすぎ感があるので、そこはねこう自己自身振り返っていただいてね、でもちょっと事件簿としてはパチンコでかかったな、大きすぎました、チームにとっても痛いです、うん、じゃあ続いてセーブ、はい、山川事件問題でかかった、まあ、これシーズン前ですからね、シーズン前、はい、これもねあの不起訴処分に、ね、はい、不起訴相当処分になったからね、うん、まあ、今後どうなるか分かんないけどね、はい、まあ、あれなんだけども、うん、やっぱちょっと西武にとったらネガティブワードとして、はい、あとはチーム構成上、うん、今年1年何だったんやみたいなね、はい、かなりパンチ力あるネガティブ問題だったら、そうですね、西武にとっては森選手も抜けた上で山川選手まで抜けられちゃったっていうね、いるのに抜けるっていうね、はい、いるのに抜ける、いなかったらね本当は痛い、諦めもね、はい、そっからいるのに抜けるっていうね、うん、これはちょっとねきつい、ホームラン40本分抜けますから、うん、それは痛かったよな、ですよ、はい、これは大きかった、うん、でもあの FA してソフトバンクに移籍っていうのも結構おおと思ったけどね、あ、1年ぐらい西武にいるかと思ったら、まあ、別に山川の判断だから別に、はい、ルールにのっとってるからいいんだけど、うん、だからそういったところでは、ね、はい、まあ、西武の中で一番びっくりの、まあ、ビッグニュースでしたね、うん、そして日本ハム、はい、エスコンフィールド大盛況、はい、今年だからエスコン、まあまあそうですけど、もう忘れてる人いるよ、はい、今年からって、いやなんかもうちょっとシーズンのことかなと思ったら、そことです、そこですか、でかかったよ、まあ、札幌ドームからエスコンになってよ、はい、最初ね、佐々木も
エスコンの文句言ってんのはね、うん、はい、何々の回し物やとかって言ってたけども、うん、俺も開幕戦行ったけども、うん、確かにね周りは大渋滞して、うん、ね、まあ、初めてのことだったし、うん、道もないからね、はい、大きなねところもないから、そういったところは渋滞、うん、あと駅へに向かう人の大渋滞、うん、歩道橋が揺れてるぞ問題、へー、人が多すぎて、はい、っていうところでね、まあ、いろんな最初はネガティブワード出てたけども、うんうん、結局お客さんもいっぱい入って、はい、結局盛り上がって、うん、しかも試合ない日も結構数千人単位でお客さんが来てて ね、はい、であとフードを食べるのがあったりしながら、うん、あとフィールドツアー、はい、ね、あの下のグランドレベルも行ったりしながら、うん、結構、まあ、しかもまだあの完成形じゃないからね、はい、あのエスコンフィールドね、うん、まだ周りにもいろんなものができてここから完成していくっていうところでは、うん、まあ、まだ発展途上でもあるけども、はい、まあ、今年1年ね、うん、エスコンになって盛り上がりも含めて、うん、いや結構良かったんじゃないのかなっていうね。そうですね、なかなかチケット取れないって言ってましたもん、やっぱりエスコン、うん、しかもね、まあ、ハブも優しいから、はい、来年ねオープン戦札幌ドームで試合するらしいからね。あ、そうなの、ね、そう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 、まあ、そういったところもねあるから、なんか日本ハムが大人の対応だよね、すごい。そうですね、うん、へー、2025年はエスコンで大谷さんがするかもしれないでしょ、開幕戦も、うん、へー、それはもうあの2023年の WBC 行ってる時から、うん、この、 あの WBC 行ってるメンバーでは、うん、これ完全に大谷、うん、ダルビッシュの開幕戦、うん、エスコンであるなって言ってる。おー、そうなんですね。だからダルビッシュが所属する、うん、パドレスね、はい、だからパドレスとドジャースの、うん、開幕戦がエスコンで行われるんちゃうかって言って、はい、この春にも言われてた。でその時あのメディアの人は、いやないないない、まあ、そんな計画ないよって言ったけど、はい、いや絶対あるよなって言って、へー、だってめっちゃ盛り上がるやん、まあ、エスコンで大谷対ダルビッシュだよ、はい、パドレス対ドジャース、うん、ね、まあ、地区が違うとかね、はい、いろんな問題あるかもわかんないけども、うん、盛り上がりとしては、はい、めっちゃいいと思うね。いや、それが本当に実現したらすごいことだと思いますよ。そう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 、うん、でもう一個はできるからね、京、はい、セラかペイペイで千賀対山本由伸。おお、面白いですね。うん、のチームの開幕戦。はい。ハマスタで今永終わるかもしれないですよ。ああ。ハマスタ？ハマスタで。そういうのは寒い、はい、寒い寒い寒い。最低でもドームにして。ドームにして。っていうのもあるから、はい、ね。まあエスコンはね新しくなったっていうところで、まあ次もね、うん、また新球場がねここもできるんちゃうかっていう話もある中でね、はい、いろんなね見本になるようなスタジアム。はい、だったんじゃないのかなっていうね、はい、ところでは大きな話題になったんですね、うん、さあ続いて、はい、セリーグ、お一気にいっちゃいますか、うん、はい、優勝阪神、はい、あれで38年ぶり日本一、うん、もうそれじゃないですよやっぱりねえ、うん、38年ぶりだからね、はい、38年前って言ったら俺何歳、9歳、9歳やで、小学校3年生やで、岡田さんが現役選手の時ですもんね、そう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 、うん、以来だからね、はい、リーグ優勝的には、うん、まあ、あの18年ぶり2005年の、うん、はい、だったけども、ね、でも岡田さんプレッシャーあったよな、うん、まさかまた4連敗せえへんやろなっていう、あ逆や、そうですね、日本シリーズでね、うん、オリックスに3連敗したらまさか、だから初戦勝つのもでかかったよな、うん、あれ初戦負けてたら言わんだろうけどプレッシャーあったよな、もしかしたらズルズルっていけたかもしれない、まさか4連敗だよなっていう、ね、はい、いうところあったけども、あ、まあ、38年ぶりね、選手ねあんまり変わってないからね、うん、大竹とノイジーぐらいだからね、はい、まあ、ミエセスもそうだけど雰囲気作り、うん、あの補強で言うとね雰囲気作り雰囲気作りでしょ、そうなんでもね、はい、でもオリックスと阪神が日本シリーズをすることによって、うん、はい、なんと東京の解説者がほぼ解説ゼロっていう、関西の解説者はもうだから能見と糸井が一番仕事したんちゃ う、 そうす、ね、などっちも、あの阪神もオリックスもどっちもユニフォーム着てるから、はい、多分一番局またいで出てたもんな、出てましたよ、うん、そうですよ、うんうん、だから能見さんに、なんかお会いしたときに阪神とオリックスどっちが日本シリーズ勝ちますかの予想がもうできないって言ってましたもん、できるよ、いやもう阪神にしといた方がいいじゃん、どうせ阪神がちょうど多いんだから、あの確かにそうですねでもやっぱオリックスの OB でもあるからっていうでももちろん阪神いいんだからね、ん、阪神いいんだから、阪神いい、阪神から入ってんだから、あ、まあまあそうですね、うん、でもまあ最後オリックスでっていうのあったじゃないですか、でもそんなの4勝3敗で阪神ぐらい言っとけばいいねって、うん、それがやっぱできないって苦しんでましたよやっぱり両方いるとね、そういったところでは大きかったよな、うん、あのパレードもすごかったですしね、うん、大阪兵庫で100万人ぐらい集まったんですもんね、電車が三宮の駅がとんでもないことになる、さあ続いて2位、はい、広島、大方の予想を裏切る2位躍進、ね、ほぼ5位6位予想だから、いやほぼそうでした、里崎、うん、広島のライトスタンドで神様になってたから、はい、
アニヤさんと里崎の終わった後ね応援鳴り響くねんで、うん、広島でやで、はい、えごくない。あ、じゃあ今日赤着てるんですか今日。あ、そうだね、広島からね、うん、珍しいですね、赤ね。じゃあやっぱエンゼルス。あ、エンゼルス。あ、エンゼルス残念からそっちエンゼルス残念ちって残留だと思ったのに残念っていうね、はい、まあ、ところではね、はい、非常にいい躍進でね、うん、まあ、でも西川抜けたから来年どうなるやろうっていう ね、 そうですね、うん、ところあるけど、まあうん、まあ、広島地区もね一周1位になったからね、一瞬ね、うん、はい、1日だけ、はい、だから大いに賑わったんじゃない、うん、ね、うん、さあ続いて3位、はい、DeNA、うん、結局勝負どころで怪我人で優勝狙えず、はい、バウアーと宮崎 ね、宮崎も痛かったな、はい、結局その代わりがいなさすぎるもんな、うん、でバウアーもね中4日5日で回ってくれたのがいきなりいなくなったらまたローテーション再編もしなきゃいけないし、はい、数も足りなくなるからね、うん、そういったところではもうバウアー宮崎の怪我人で人いなくなって、うん、でオースティンはずっと怪我みたいなね、はい、ところで結局最後は怪我人が足引っ張ったなっていうところで、まあもったいなかったよね、まあ、途中で本当にパタッとなんかこうチーム全体で打てなくなる時期ってなりましたからね、そうそうだね、うん、まあ、DeNA 作戦しないからね、はい、あの中野らが泣くまで待とう DeNA だぜみたいな、打たなきゃ負けますみたいな、ね、うん、だからそこら辺はもうちょっと改善していかなきゃいけないから、うん、まあ、渡辺が入って足が使えればね、まあ、そこはちょっと改善していくかもしれない、ね、はい、でも初の交流戦優勝でしたよね確かね、うん、そう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 、うん、あとあの浜野チーターがね浜野チーターが先制推しのね、はい、浜野チーターがいるから、はい、そこがうまくね回っていけばそうですね、大輝、はい、うん、大輝ね外選手抜けた分ね、はい、もう重量はいいでしょう、でオースティン信用しなかったら、はい、まあ、石井拓郎さんの好きな足の使える野球が、うん、他ができるんじゃないか、佐野選手をファーストに回して、はい、一枠開けて、あのみんな浜野チーターって言っても誰やねんって多分思って村川くんね、村川くんね、あの DeNA ファンも知ってますよ、そうそうそう、村川、はい、続いてね4位、はい、巨人、はい、え結局坂本、はい、これですまあ彼次第でね、うん、やっぱり坂本がいると勝っていくけど、うん、いなくなったら負けるっていうところで、はい、結局坂本次第だったなみたいなね、うん、感じのやっぱジャイアンツやな、はい、すごいですね、そんだけ一人で存在感あるってやっぱりすごい選手だなと思いますね、だから来年坂本がサードになって、うん、そこでね体の負担が少なくなって、まあ、どこまでまだ頑張れるかがね、はい、まあ、勝負どころかなっていうね、うん、で5位、はい、ヤクルト前半戦ほぼ全員不調なんか、ね、村上も不調やし、オスナちょっと怪我してて遅れたし、はい、あと塩見もいなくなったみたいな、でも長岡も大山田ですと、うん、もうほぼ全員不調、はい、本当に優勝したチームなのかみたいな ね、うん、まあ、終盤ね上がってきたからあれだったけど、うん、もう一瞬最下位になってたから ね、 ましたね、うん、中日とね競ってましたからね、うん、珍しいよね、はい、あんなに全員不調みたいなね、うん、まあ、ところはねちょっとなかなか苦しかったかなっていうね、はい、うん、で最下位中日、はい、ネットで面白おかしく扱われるだからシーズン通して常にねもうネット、今年12球団で、うん、ネガティブでネット、はい、チャンピオン、ドラゴンズちゃうその、うん、ちゃんとやれとかじゃないもん、はい、あの替え歌が、はい、いろんな替え歌が発表されたりとか、うん、あともう騒動、はい、置いていったのか騒動もね、かなり話題になりましたからね、あとルーキー、はい、あの60球ぐらい投げたの、あ、近藤ね、うん、あ、2年目ですね、あ、2年目、うん、晒し投げね、うん、投げとか、はい、ちょっといろんなちょっとネガティブな、うん、はい、あのキーワードが、はい、ちょっとネットに溢れ返ってたなっていうね、うん、ポジティブなとこもあるのよ、細川頑張ったとかね、いや、そうですよ、タイトル取ってる小林とかね、うん、一部がおちょくりに走っとるっすよね、うん、そう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 、それがちょっと意味があるんですよ、うん、結構見てるとこう本当に中日ファンの方々もちょっと自チームいじってるようなところもありましたもんね、うん、ちょっとネタにされすぎてるような、そうっす、ドラゴンズね、うん、最近ね、うん、だそこら辺は払拭に向けて、はい、来季頑張っていかないと、うん、さらに輪をかけて、うん、おちょくられたすから、はい、これ火がついたら止められないからな、うん、ネットでね、それやっぱりね勝っていかないと、はい、勝っていったら、言ったらねポジティブ替え歌とかあるかも分かってるからね、うん、そうですね、うん、そういったところではちょっとね、うん、あの騒動も含めて、うん、ちょっとネタにされることが多すぎたなドラゴンズっていう、うん、頑張れっていう復帰シーズン通していろいろありましたね、払拭していこうっていうね、うん、ところがある、まあ、今年12球団のね、はい、全体の事件も、うん、まあ、あとはまあ全体で言うとね、まあ、WBC がね世界一になって、うん、大谷がホームラン王になって、はい、で WBC の活躍、大谷が頑張れば頑張るほど佐々木の仕事が増えるっていうねありがたいよね本当に、ね、うん、乗っかっていこうっていうところでね、はい、まあ、今年ね佐々木チャンネルの、うん、ね、
業績収益も絶好調っていうところで、あ、そうなんですね、多分過去1位ぐらいじゃないのかなっていうところもあるんで、まあ、昨今ね、なんか YouTube がオワコン化してなかなか厳しいっていうね、うん、あの言う人がネット記事で上がったりするんだけど、はい、1ミリも思えへんねんな、そんなこと。まあでも登録者も徐々にずっと増えてますかもね。そう、70万人もね、超えて、はい、一気にまたこの上半期で一気に伸びたよな。そうですね、まあでも下半期でも WBC で伸びて、上半期でもまた伸びたね、はい、2023年は13万人登録者数が増えてます。1年で結構増えたな。いや、増えましたね。1ヶ月1万人以上増えてるってことだもんね。そうそう、でもこうまだまだ登録しない方がいたってことですね。そうだね、うん、早く見つけて佐々木チャンネル面白いですよ。おすすめとかに出てきて1つ見ても登録してくれないんですよね。登録していこう、はい、ね、うん、登録してもタダだから、ね、登録はね。だってあれですよ、阪神のパレードで100万人来るんですよ、うん、だから関西のファンだけで100万人はいるってことなんですよ。いるんです、うん、そうだね、はい、でもじゃあ佐々木チャンネルパレードしたら70万人来るのかな。来るんじゃん全国から全国から。難しいですね、うん、まあ、ということでね、はい、今年1年ね、2023年プロ野球界もね、はい、いろんなことがありましたけども、うん、まあ、来年もねどんなプロ野球界になるのかね、はい、まあ、楽しんでねいきたいと思います。はい。